こんにちは、こんばんは。こちらはこんばんはの、時間帯ですけれども、2月10日のですね、水曜日ですね。時間は、ですね、夜8時40分をちょっと回ったところです。ですね、動画を撮る前にですね、今、ですね、画面に映ってる、こちらですけれども、この動画のですね、一つ前に、413G ストーブのですね、動画を、2本撮らせていただきましたけれども、その時にですね、ちょっとこの出てきたですね、413G ストーブのこれ取扱説明書ですね。その動画をご覧いただいた方はですね、これがどんなものかなっていうのをですね、ご存知かと思うんですけれども、ですね、これネズミのチューちゃんにですね、かじられたですね、取説ですね。これですね、パッと見た瞬間ですね、私にはなぜだか、アートに見えてしまいましてですね、ですね、取説としてはですね、これも部分的に、ちぎれてるのとですね、髪がもう、パリパリと、もうおせんべい状でですね、触ると、ボロボロと崩れる状態でしたので、いっそのことですね、飾ったらいいんじゃないかなということで、今日ですね、こんな、これ100均も買ってきたですね、ですね、こちらでダラーショップって言われてますけれども、その名の通り、日本語にすると、100円ショップですね。で、買ってきたですね、安い、フレームですね。一応、ここはですね、しっかりとガラスが入ってますので、1ドルで、買う分にはですね、悪くないですね。で、こんな感じでですね、額に入れまして、ここに、この、ですね、ライティング・コールマンのですね、これ、オールド、コールマン・コレクションズ、これ夜明かり、これ勝手にですね夜明かりと、呼ばせていただいてます。一応オリジナルステッカーですね。ちょっとこうアクセントに添えてですね、こんな感じで、これもですねまたどっかこうかけようかなと思ってます。今日の本題なんですけれども、ですね、ちょっとこれが、あれですね、置かせていただいて、前の動画の413グローブですね。これまだ、作業台に置きっぱなしですので、そのまま、バックグラウンド的な感じで置いたままで動画を撮りたいと思います。今日はですね、その動画の最後に少しですね、プレビューで説明させていただいて、この、ですね、これ427ランタンですね。持ってる方、たくさんいると思いますけれども、ですね、これの、今の個体ですよね。過去も、ですね、相当数の、この系統のですね、ランタンはですね、いろいろこういじってきて、レストアしたりとか、修理したりとか、壊したり、そんなのも結構ありますけれども、いろいろ、過去、20年、にわたってですね、相当な数をこれは、いじってますけれども、これはですね、そのうちの、1台のですね、約もう2年ぐらいになってしまうと思うんですけれども、フルレストレーションですね。ですね、一応フルレストレーションはですね、単にですね、この現状で、使えるものをですね、分解して、磨いてきれいにして、そしてさらにこう、組み上げるっていうのはですね、実質はどうでしょう。フルレストレーションの定義というのは、何でしょうかね。いろいろ皆様、持ってるとは思うんですけども、やはりどちらかというと、もう現状ではどうしようもならない状態。車で言えばエンジンかからない。エンジンの一部が壊れている、破損している、欠損しているなどなどですね、きれいにエンジンを下ろして磨いて、ピストンかなんかを研磨して、
ですね、その他、もろもろですね、場合によっては、ないパーツをですね自ら、旋盤で作って組み上げるとかっていう、まあそのぐらいのですね作業を強いられるものは、まあフルレストレーションっていう、まあ、定義かなと、考えています。ですね、今日はですね一応このですね、フルレストアですね、フルレストレーションをさせていただいてですね、これ2年ぐらい、経ってますので、その後ですね、まあテスト展開は当時当然してるんですけども、それからもうじっとですね保管されたままでしたので、ですね、このタイミングで、まあ、あれ以来どうなのかなと。ですね、一応フルレストレーションのこれ内容ですね、もうありがちでこのタンクの中がですねもうサビサビだらけでですね、ものすごいヘドロのような、内容物ですよね、まあ、ガソリンですとかひょっとしたら水分を混じって、まあ、いろんな、ものがですねもう混じり込んで異物があってひどい状態ですね、まあじっくり、数回に分けてですね、サビ取りを行った後、まあ、中はシーラント加工ですね。そしてですね、まあ、ここの特徴ある、このポンプですね。この前の327というのはですね、ポンプがなくて、ですね、ポンプ単体のものをこういう感じで、当ててタンクに加圧するタイプなんですけれども、それのまあ後継機種ですかね、この427はですね、まあ当時としてはかなりこの画期的なですね、ビルトインポンプですよね。まあどうでしょうかね、これ正確にはこれビルトオンポンプみたいな感じですよね。インっていうとこの中にっていう、まあ、感じですので、まあビルトオンポンプのひょっとしたら正しいのかもしれないですよね。まあ余談はそれぐらいにしといてですね、今日はですね、まあこれまあちょっと話し飛んですいませんけれども、ポンプ内もですね今日はちょっとこう省略させていただきますけれども、ですねちょっとしたのこの、構造説明をですね、まあ次回ですかね、また機会があったら、別途させていただいてですね、そのあたりも全てですね、中のベアリングを交換したりとかですね、まあ、当然クリーニングとかも含めて、全てきれいにした状態ですよね。そして確かこれもカーノパッキンも新しいものに変えておいたかなと、思います。とですね、若干これパース的にはですね、本来、ちょっとついてるものとですね違うこのバーナーキャップがついてるんですけども、まあ、そのあたりはちょっとこう事情がありまして、あえてこれがついてるって感じですよね。で、あとはこれは、ジェネレーターはストレートの、これ977っていうタイプですね。多くはこの999の特徴あるですね、このトランペットのような形をしたジェネレーターが、まあ、ついてる場合が多いですけども、これには、977ですね、番号で言うと、977というジェネレーターがもともとついてましたので、それを、まだ、装着した状態ですね。いや今ねこれ燃料はですねこれ全く、入ってませんので、ひとまずこの燃料入れからちょっとやりたいと思います。燃料入れにあたってですね、入れるにあたって、まあまあおなじみのこれコールマンのこれちょっとこう古いですねタイプですよね。これね、これはまあ銅製ですかね、カッパーのファンネルですね。中にはこのフェルト打ちが入ってますけれども、こんな感じですよね。でこのモデルはですね、フレームのところにちょうどこの湾曲したですね、カットがこう、ちょうどこう入ってまして、ここのパネルがですね、スポッとこう、ちょっとこう、弧を描いたところに入る感じ
にデザインされてるみたいですね。で、あとこの辺りですね、まあ、見えるように少しこう傾斜になっていますので、実際にですね、どうでしょう、この手のですね、なんですこれ、まあこういうカンカンに入ってるちょっと大きめのこれ、あのですね、ホワイトガソリンを入れるとすると、ちょっとこう入れ方次第なんですけれども、やりづらいかなっていうのありますよね。ですので、あの塩のですね、良いさからすると、まあこの辺りのまあ現行品みたいなものですね、これまあコールマン製ではないんですけれども、ですね、これまあ軽いこんなプラスチックのですね、ものでですね、で、なんかこれ見えないですけど、結構細かなね、これ網の目状のですね、メッシュがここの底に貼られてましてですね、まあ使いやすいですね、正直ね、この辺りの方がね。っていうのは、あのここに入れた場合に、まあ、ここのトップが水平になりますので、こう傾きがないので、まあ、まあ触れないですよね。ここも十分な深さがありますので、この辺りは、まあ、あの使い勝手では一番ですよね。で、あとあのこれはコールマンの、ホワイトガソリンではないんですけれども、ローカルのこれなんかテキサス産の、あのテキサスの会社の出してる、ホワイトガソリンで、ちょっとこうコールマンのよりは安いんですけれども、基本的にはこれコールマンのカンカンと同じですね。そしてここにあの直接こういうですね、取り付けるあのコールマンの、どうなんですかね、80年代ぐらいのですね、すいません、ものだと思ったんですけれども、確かそのぐらいの、今も販売されてるかは出てるかちょっとね、あの分かんないんですけれども、ですね、今赤いタイプでここでよくこう回して、キャップ状になっ てこう回してあげると、ここで止まって、そしてここが確かこうクンコンクンコンと感じでこう動く感じで、ちょうどですね、ここでこう何でしょう、ガソリンのこう出るのをこうちょっとこうシャットアウトするような簡単な仕組みのもの、それなんかですと、ここですね、クククと回りつけて、そのまま逆さにしてもここでガスが止まるので、そしてこうここのですね、ここですよね、こうクッと入れた時にプンと押すと、ここについてるちょっとしたようなものがプッと下がって、出てくると、そんな感じのですね、直接このカンカンにつけられる調合なんていうのも、足りましたね。多分ね、このワークショップのどっかにね、2、3個あるんですけども、ちょっと今ねどこにあるか覚えてないので、まあ、機会があったらご紹介したいかなと思います。それで今日はですね、一応前置きが長くなってしまってすいませんけれども、予告ではですね、この427をですね、点火するのにあたりですね、当時の、取説ですよね、取扱説明書にですね、ある方法で、まあその方法に従ってやってみようかなっていうことで、今日はですね、一応その当時の時代に遡った気持ちになってですね、やってみたいと思います。まあ、実際当時はこの今この明かりさえもこの、ありますけれども、本来であればもう薄暗い、なんかひょっとしたらろうそくを取り合いつけてですね、そのろうそくの明かりの下でひっそりとですね、まあ、燃料を入れつつ、マントルをつけて、そしてまたポンピングをして、まあ時間をかけてようやく火が灯ったの、そんなようなこともですね、考えられますね。ですので今日はですね、
もう時計はですね、ちょっとこう外しますね。当時の方、こんなの時計は、当然してなかったと思いますので、まずちょっとここに置かせていただいて、どうでしょう、時代は1910年ぐらいですかね。もう110年前。ですね、まあ汚い T シャツ、まあジーンズですね。ではですね、ちょっとやってみますね。画像がですね、ちょっとこううまく入るかわかんないんですけれども、入れやすい位置にして、当時の人が使ってたんじゃないかと思われるこのファンネルですね、ジョゴ。これフィルター結構スムーズにスーッとですね抜けるので、よほどのことがない限りですね、これ溢れることはないと思うんですけれども、ただあんまり勢いよく入れてしまうとですね、これ間違いなく溢れますので、こんな感じで継ぎ足し継ぎ足しで入れてあげる感じですね。まあ、今十分だと思いますので、カンカンを、ですね、しっかりと締めて、ですね、ちょっとこう離れたところに置いておきます。ですね、まあ、少しまだポタポタと垂れてますので、そうですね、これ1910年6月で、あとはキャップはですね、これ蝶々タイプですね、蝶々タイプの、キャップですので、裏はパッキン変えてありますので、締めやすいですよね、これはね。一応もう一度、しっかり曲がって入ってないと思うんですけれども、念のためですね。一応ですね、そうですね、これで今しっかりだと思います。あとここで今ですね、まあ、マントルをつけるんですけれども、先にこうですね、ポンピングを何回かちょっとこうしてあげておいた方がいい感じですよね。でこれまあポンピングで実際どれぐらいやればいいんだなんてことなんですけども、まあ、ざっく、バラにですね、まあ、私の場合は30回ぐらいじゃないですかね、からまあ40回50回ぐらい、やります。まあ、ここで今ビデオがですね20分になりますので、一度止めさせて、また続きを撮らせていただきます。